ちょっと出てこないんだけど、また話すときには覚えておくね。うん。読書はいいリラックス法だよね。次回も楽しみにしています。こんにちは。今回の動画ではチャット GPT と会話をしていきたいと思います。実は1年前にこんな動画を作りました。チャット GPT 当時は3か 3.5 に会話のダイアログを作ってもらいました。今回は GPT-4 を使って音声でやり取りしていきます。前回は少し不自然な、回答があったんですけど、今回はどうなっているのか気になるので見ていきましょう。2つのタイプの会話を実験したいと思います。1つ目はです、ますを使った一般的な会話です。2つ目はカジュアルな友達や家族と話すような会話です。じゃあやってみましょう。日本語の会話の勉強を、すいません、日本語の会話の練習をしたいです。会話相手になってくれませんか？もちろん喜んで日本語の会話練習を手伝いますよ。どんなトピックについて話したいですか？それとも特定の会話シチュエーションを練習したいですか？じゃあ初めて会う人との会話を練習したいです。了解しました。では簡単な日常会話から始めてみましょうか。例えばトントン会話を想像して、最近どう？と聞いてみてください。私が返事をして、そこから会話を続けましょう。最近どうですか？最近はとても忙しいですが、面白いこともたくさんありましたよ。ありがとうございます。あなたはどうですか？最近何か新しいことに挑戦しましたか？はい、最近はキックボードに乗りました。It seems like you might have switched topics. Are you looking for information on a website called chatgpt.com? Or would you like to continue our Japanese conversation practice? Let me know how I can assist you. Japanese conversation, please. Great. Let's continue with our Japanese conversation. I just asked if you've tried anything new recently.How would you respond to that in Japanese? Feel free to share anything, like a new hobby or a book you've read. 最近は大阪でエレクトロニックのスクーター、間違った、キックボードに乗りました。大阪でエレクトロニックキックボードに乗ったんですね。それは面白そうですね。大阪のどこを探検しましたか？また、キックボードに乗るのはどうでしたか？感想を聞かせてください。大阪の街中でキックボードに乗りましたよ。あと大阪ありがとうございました。また次回お会いしましょう。日本語の練習とても上手でしたよ。次回も楽しみにしています。まだ終わってないんですけど。こちらこそご視聴ありがとうございました。またお話しできるのを楽しみにしていますね。いつでも日本語の練習を手伝えるので、遠慮なく声をかけてくださいね。それではまたお会いしましょう。まだ終わってないです。もっと話したいです。はい、またお会いしましょう。日本語の会話練習が必要な時はいつでもお声掛けください。それではまた次回。もっと話したいんです。会話を続けてくれませんか？ See you next time. Feel free to come back anytime for more Japanese practice or anything else you need. Take care. You too. Take care. はい。なんか終わっちゃいました。ちょっと
と接続状態が悪いんですかね。でも今は家で Wi-Fi でかなり速い Wi-Fi を使っているので、ちょっともしかしたら、チャット GPT を使う人が多いからこのような接続がちょっと良くないのかもしれません。はい、じゃあ次に、カジュアルな会話を、やってみましょう。日本語の会話の練習をしたいです。タメ口でやらない？いいよ、タメ口で行こう。どんなことを話したい？週末の予定について話したいな。ああ、わかった。週末はどんな予定があるの？何か特別なことをするつもり？土曜日は友達とハイキングに行くよ。ハイキング、いいね。どこに行くの？山とか公園とか？島に行く。島ハイキング、すごく楽しそうだね。その島には何か有名なスポットとかあるの？実は全然わかんないんだけど、まあ海が綺麗だと思う。あと展望台もあるかな。景色がいいよ、絶対。趣味とかある？海が綺麗な島でハイキング、最高だね。展望台からの景色も期待できそう。趣味はいろいろあるけど、読書とか音楽を楽しむことが多いかな。君はどんな趣味があるの？ハイキング以外にも。私も読書好きだよ。最近読んだ本何？本を読むのはいいよね。最近はいろんなジャンルの本を読んでいるけど、特に面白かったのはミステリー小説だったよ。君は最近どんな本を読んだ？私もミステリー小説読むよ。ザリガニの鳴くところを読んだ。読んだことある？ザリガニの鳴くところ、いいね。その本は読んだことがないんだけど、評判はよく聞くよ。面白かった。どんなところが良かった？ネタバレしちゃうから言わない。なるほど。ネタバレは避けたいよね。じゃあ、その本を読んだ感想を教えてくれる？何か心に残ったメッセージとかあった？動物から学ぶことがたくさんあるなと思った。まあ、ネタバレしない程度に行くと、それぐらいしか言えないかな。ごめんね。あなたが読んだ本、てか名前何？動物から学ぶことが多いって面白い視点だね。読んだ本の中で印象に残っているのは、推理小説で登場人物たちが謎を解く過程がとても巧妙に描かれていたよ。タイトルはちょっと出てこないんだけど、また話すときには覚えておくね。読書はいいリラックス法だよね。そうだね。名前まだ聞いてなかったんだけど、なんて呼べばいい？コーブさん？コーブさんでもいいけど、僕はただのアシスタントだから名前はないんだ。呼びやすいように好きな名前をつけても大丈夫だよ。何かいい名前はある？コーブでいいんじゃない？コーブ、音声の名前がコーブだったよ。コーブ、いい名前だね。じゃあそれで呼んでくれて大丈夫だよ。それにしても週末のハイキング楽しみだね。何か特別な準備とかあるの？
や特にないよ。駅に友達と8時に集合っていうぐらい。一つ気になったんだけど、質問してもいい？You have reached the message cap for GPT-4. Please try again later. ということで、GPT-4 の、キャパシティを使っちゃったみたいなので、ここで、会話は終了となります。はい、どうでしたか？正直最初の、女性のですますの方は、多分接続の関係でうまくできてなかったんですけど、そのコーブさん、カジュアルな話し方の男性の声の方は、接続は良かったと思います。はい、でカジュアルな会話も、比較的できてたかなと思います。で少し、気になるのが発音ですね。発音はかなりネイティブに近いです。でもこのコーブさんの話し方ってアメリカ育ちの日本人って感じの話し方なんですね。でどうしてそういう発音とか話し方なのって聞いたことがあるんですよ。そうすると世界中の人が分かりやすい、発音記号を使って音を組み立てているみたいなので、やっぱりチャット GPT を使う人は英語を使う人が多いですね。なので少し英語に影響されているのかな、特にアメリカ英語に影響されているのかなという、発音ですね。この AI 音声と話してみて発音以外で不安だなとか困るなって思うのは、こちらが答えるタイミングとか話を終えるタイミングっていうのを AI はあんまりまだ分かってないみたいで、急に会話を終了させたり、話している途中、話しながら考えている途中で会話が AI に行っちゃったりするので、それは改善、していくのかな、すればいいなと思っている点です。やっぱり会話の練習をするときに焦るじゃないですか。で人間と話す時も焦るんですけど、それ以上に AI は焦るなと思いました。どうなんですかね、もし「Let me finish」とか「ちょっとまだ話してるから待ってください」って言うと待ってくれるのかもしれません。皆さんいろいろ試してみてください。で今回は GPT-4 を使ったんですけど、こういう簡単な会話程度なら GPT-3.5 でも大丈夫だと思います。 3.5 の方がレスポンスが早い気がします。この AI の音声は今のところ5つ選べるそうです。で私の、お気に入りはコーブさんです。設定で選ぶことができるので、皆さんのお気に入りの声を探してみてください。はい、今は音声だけなんですけど、今後はその見た目とかアクセントとかも選べるようになってくると面白いですよね。私は普段オンラインで、1対1で日本語を教えているんですけど、このチャット GPT の新しい、会話してるような機能が出た時に、あ、私の仕事なくなるかもって思ったんですね。で、でもやっぱり人間と話すのと、AI と話すの、好みがあると思うんですね。だから人間と話したい人はぜひ私のレッスンを受けてください。でも時間がない人や、予算を抑えたい人はこうやって AI を使って会話練習をするのもいいと思います。本当に便利な世の中になりましたね。これから、1年後、2年後、3年後、どう変化していくのか楽しみです。正直怖いし、気持ち悪いって思う人もいると思います。でも、まだ AI の規制がそこまでされていない状況なので、はい、どうなるんですかね。はい、皆さんは AI とどう付き合っていきますか？このチャット GPT の機能を使ってみたいですか？もしくは使ったことがある人はぜひアドバイスもお願いします。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。
こんな動画がもっと見たいっていう人は、ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。私はテクノロジーが大好きなので、もっとこういう動画を作っていきたいと思います。はい、じゃあまた次の動画で。バイバーイ。